怪我はないみたいね。ホムンクルスはメインストリートの方に出たはずよ。今がチャンスかも。アイリス起動、情報開示。アイリス終了。ダッ！ダッ！
消えたですって。でも高エネルギー反応はその付近に存在しているわ。油断は禁物よ。後ろよ、逃げて。抵抗しても危険なだけよ。まずは逃げることを優先して。プロムナードを迂回してメインストリートのセーフティーエリアまで行けば体勢を立て直せるわ。さすがに入っては来られないみたいね。警察隊もそろそろ到着する頃よ。先を急いで。こちら第28地区警備隊、まもなく第36地区に到着する。到着と同時に部隊を展開し目標を包囲、一斉射撃により排除する。近くに展開している部隊は指示するポイントに向かい作戦に加わってくれ。よかった、警察隊の応援が間に合ったようね。このままメインストリートに出て警察隊と合流しましょう。連絡道入り口でオムンクルスと接触。部隊の展開は完了している。これより攻撃を開始する。敵から高エネルギー反応、避けろ、レーザーが来るぞ。よし、いいぞ。このまま壁際まで追い込むんだ。向こうに救護用のドローンを呼んである。そこまで頼む。
もう少しだ。いかん、また奴の攻撃だ。気をつけろ。被害が拡大する前にホムンクルスを倒しましょう。